皆さんこんにちは、今回が大阪弁の第6回のレッスンになります。今日は中級編のまとめをやりたいと思います。まず中級編では標準語から大阪弁に、文法などを変えてスイッチすることを学びました。次に大阪人の話し方、大雑把な態度であったり、ユーモアとしてボケとツッコミというスタイルがあったり、オチが話の最後に来るのが多いということも、勉強しました。その総まとめとして、今から僕がいつものその友達と話すような感じで大阪弁で自分の本当の話をするので、どれだけわかるかどうかちょっと試してみてください。 From now on, I'm going to talk about my own real story in Osaka then in the same way as I do to my friends. So try to understand as much as possibleusing what we've learned so far. Okay, let's go. 2009年の、夏から2010年の夏までノルウェーのオスロにおってん。あの大学におってんね。1年、2学期間、ほぼ1年間おって、ほんで、秋学期と春学期の間に冬休みがあったんや。12月の中旬から1月の初旬ぐらいまで。休みがあって、んで、ヨーロッパは、地続きやし、どっか回ろうか、思って。で、レールパスを買って、鉄道のね、レールパスを買って、で、スイス、オーストリア、ドイツとちょっと行こうかなと思って。やけど、部屋に、アホなことに、そのレールパスを忘れてしまって、で、その、スイス、オーストリア、ドイツ行った時は、ほんまに現地でお金払って行くしかなかったん。で、ノルウェー帰って、で、チケット見て。な、期限が、まだもうちょっとあったから、ほんなら使わなもったいないわ、と思って。んで、これ使ってどっか行こうと思って。で、オスロからすぐ行ける、スウェーデン、隣。オスロからほんまにすぐ隣にスウェーデンがあって、ヨーテボリっていう、スウェーデンで2番目に大きい町があんねんけど、そこに行って、コペンハーゲンも行って、で、コペンハーゲンで一泊して、一泊二日かな。で、深夜バス挟んで、ちょっと行こうかな、思って。で、行ったわけ。結構、旅行は順調に行って、ヨーテボリ行って、で、コペンハーゲン行って、ちょっと旅行して、で、また帰ってくるとき、ヨーテボリ、最後やって。旅行行く前にちゃんとインターネットで、バスのスケジュール、電車のスケジュール全部調べとったんやけど、最後の最後、ヨーテボリからオスロまで、深夜バスで帰るよっていう時。これがね、ほんまに大変やってん。で、それ、夜の6時半ぐらいかな。で、その時にヨーテボリからオスロに行くバスがあるっていうのも、情報は知ってたから、で、いざバスが来て、ほな行こうか、思って、そっち行ってん。ほんで、ノルウェーとかそれであんま人おらんのよ。で、バスもそんなに人がおらんくて、普通に乗れるわ、と思って。だから、他のお客さんがなんかチケット持ってて、僕は持ってへんかってんけど、そこで買おうと思ってて。で、持ってなかったんで、車掌さんに、今買ってもいいですかって言ったら、いやー、このバスね、予約制なんですよ、って言われて。で、いやいや、席空いてるから、今予約するみたいな形じゃダメなんですかって言ったら、もう完全に、事前予約制、って言われて、ほんな乗られへんわってこのなって、ああそうですかって、じゃあ待つしかないですねって、で、次いつなるんやろうなと思って、またヨーテボリのね駅の方で待ってて、でチケットとりあえずもう次は乗らなあかんやろうと思ったから、次買ってん。ほんならもう夜の何12時半、もうあとそんな何時間やん、6時間ぐらい待たなあかんかって。そう。次のバスまで6時間ぐらいあって。んで、うわーと思って、もうヨーテボリももうさ、行きしなに行ってるから結構回ってるし。で、夜のスウェーデンでそんな店も開いてないし、冬やからもうめっちゃ暗いねんか。冬の夜って。めっちゃ寒いし。マイナス20度ぐらいやってん。それが。だからもう、駅の中にしか入れなくて。で、本読んだりして、もう6時間潰すしかないなぁと思いながら、ずっと待っとって。んで、やっと時間が近づいてきて、そのタイムテーブルに、自分が乗るバスがちゃんとあるかどうか、
見ようかなと思ったらタイムテーブルに出てこんへんかってん、その買ったチケットのバスが。ほんでえー、と思って、え、もしかしてなんかあのトラブルで来へんのかなとか思って、やばいやばいやばいと思って、んでまあ、地元の人か知らんけど、そのスウェーデン人の周りにいた人に聞いて、え、こういうことってあるんですか、あの大丈夫ですかねって聞いたら、まあ親切に結構聞いてくれてんけど、もう時間も遅かったから、そのスウェーデンのバス会社も閉まってるし、駅もし、もうオフィスは閉まってるから、その人に聞くしかなかったんけど、まあ、言ったらみんな大丈夫や大丈夫やって言うけど、まあこっちも慣れてへんからほんま不安で、でこれほんまにバス来んかったらどうなるんやろとか思うのは、まあでも待つしかないから、ひたすらずっと10時半ぐらいまで待とうと思う。ほんで12時ぐらいになったら、駅の方からあのスタッフが来て、閉めますよーって、えっと思って、え、閉めんのって言って、んで、え、駅の外に待つとことかあるんですかって聞いたら、あ、ま、向こうのガソリンスタンドが空いてるから30分ぐらいそこで待てると思いますって言うから、あ、わかりましたって、もうマイナス20度の中外出て、もう、もう怖い、まあ不安の中やけども、セブンイレブン、そのガソリンスタンド行ったら、一応明かりはついててんけど、聞いてみたら閉まってますって言われて、えっと思って、入られへん、待たれへんやんと思って、ほんで駅行ったら駅ももう閉まってるし、やばい、行くとこないと思って、その外のバス停で待たざるをえへんくて、でバス停行って死ぬんちゃうかなと思ったけど、30分後にようやく、まあ、ちゃんとバスが来て、ちゃんとオスロに帰れて、今こうして生きてるんやけど、あれはほんまに不安やったね。マイナス20で慣れてない、まあ、スウェーデンで待つっていうのは、あれはきつかったね。ほんま、まあでも今思ったらまあええ経験かなと思わんこともないけど、まああれや、みんな旅行するときはほんま気ぃつけなあかんね。どうです、わかりました。ちょっと長いですね。もしかしたらちょっと難しかったかもしれません。ほんまにこれが 100% 分かったら、ほんまに大阪のネイティブみたいなもんですわ。英語の解説を、ブログに載せようと思うんで、もし答え合わせをしたかったらそっちをチェックしてみてください。次からほんまに上級編なんですが、大阪人のよく使うオノマトピアだ、擬音語オノマトピアだとか、あとはユーモア、まあ基礎的な話はしましたけど、もうちょっと入り込んだところ、本当にユーモアって突き詰めたら難しいし、自分もまあ 100% 正しいとは限らないんですけど、まあ自分の意見などを紹介したいなと思います。で、大阪弁に関する理解をこう深めていただけたらなと思います。今回は以上です。ほなまたね。